ウニ、やはり今ポイントはいい感じなんですか。ロクがプラス2でウニもプラス2です。プラス2同士の対決。まあでも今日の流れを見るとこの2人が行くのかなといった。ウニは黒がですね、先ほどのやはり異物を見てしまうと、はい、先に他のやつに負けてマイナスを作ってしまってから左にあのやられ方をしてしまうとちょっとまずいですよね。ちょっと攻略かなり危機ですね。さあ飛び踊ってリープ信頼、素晴らしい。さあ名称に上がった瞬間のロクの喋る声がみんな聞きたいはず。はい、逆ラップ。さあ、しよし、確認して。さあ、ヤグラップ。さあ、しりしりし。注意だし、確認できないか、確認をしたい。投げて、リープ、ガードしている。あれは大足の覚醒。確定です。マイナス10です。威力はマイナス10。中盤を確認して走ったところにエルクまで繋いでいく。中トルを先ほど東さんに聞いたんですが、昇竜拳のダブル昇竜が入ると。あ、確定ですね。さっきのはジャクトルです。さっきのジャクトル、ジャクトル。いや、もう中トルはほぼ打つことはないんですよ。なんですけど2段目の先端だけは当てるとかの、はい、早い展開でごまかせる状況ってのは結構あるんですよ。あ、はいはいはい。リバスじゃないと入らないっていうのが多いんで。さあ中盤取って、今のように間違えましたね。しゃがみで中盤打ってしまっていた。リープ、これはかなりきつい。あ、今のです。あ、今の中トル、あそこはちょっと打つなってきますね。昇竜、勝った。ロック